You Call って合ってるのかな。はい。プレイしていきたいと思います。前回の動画で給食爆議というゲームプレイさせていただきましたね。その作者さんの過去の作品となります。このレトロチックな BGM、とても良いですね。まあ、とりあえずやってみよっか。始まり。どういうことなんだろうか。なんかこっくりさんをテーマにしたお話なのかな。お、なあなあ、天使さんって知ってる？こっくりさんみたいな儀式で正しくやれば何でも質問に答えてくれるんだって。あの子の好きな人とか、読んでる途中、漫画風、ちょっとパワーというか、へえ、こないだやってみたら大成功も大成功。じゃあ本物の天使ってこと？俺は信じてるよ。だってお前隣のクラスの山田が好きってのも教えてもらったぜ。は？お前どこで知ったんだよ、そのこと。だから天使さんだってお前のもので終わった。天使さんのやり方。ふーん。思春期女子、なんか気になることがあるのかな？止まった。一人でやるのかな？みんなでやるのかな？こっくりさんとか3人でやるみたいななかったっけ？あれ2人だっけ？かわいい。いいね。なんか給食バグギと同じ感じだ。富士ちゃんっていうの。紙。赤、青、黒の3色ペン。10円玉。針。塩水。スコップ。うわ、結構本格的だぞ。うん。道具は全部揃ってます。窓も開けました。放課後。てかもうほぼ夜まで待ったので、近くに人もいません。やりますか、天使さん。ねえ、本当に、やりますよ。やるよ、怖いの。これ、シュウヤンがその天使さんってこと？やるよ、違う？いつもねぐらなくせに、こういう時だけウキウキしてさ、最悪、あ、違うか、この富士ちゃんってこと、シュウヤンが友達として一緒に参加してるのかな？富士からやりたいとは言ったけど、複雑。はあ、もういいや。誰かに見られても困りますし、早く始めましょう。何を聞きたいんだろうね。この雑誌に載ってるのが正しい手順なんだって。誰が言い出したのかは知らないですけど。うわ、いっぱい書いてある。何でも答えてくれる正体不明の天使。天使さんの正しいやり方。いや、細かく書いてあるぞ。これ全部読んでくれんのかな。あ、違うわ。俺が読まないといけないパターンだった。あっちゃ、ちょっと待って。パイセンがこういうの詳しいだろうけど、怖いから一緒に見ながらやりましょう。どれどれ。これほぼこっくりさんと一緒じゃないですか。うさんくせえ。まず最初は紙の真ん中に赤色でハート。その上下に青色でイエスとノー。周りに黒色で50音を書く。紙の真ん中に赤色でハート。もうまずパクリからね。ここにハート書くのかな？あー、はいはいはい。なるほどね。あ、右書きなんだ。なんか俺が知ってんの、ここに鳥書いて、はいといいえ書いて、で、数字、01234567897書いて、赤沙汰の浜やらわで、あいうえを書きがバーって並べて書くやつ。今でも覚えてる。狂ったように小学校の時やってたから、絶対忘れない。わーおん。できた。次に、2、参加者の中から1人選び、左手の小指に針を刺し、いて、そこから出た血を紙の四隅につけ、ハートに5秒間つける。げえ、富士かパイセンしかいないじゃん。富士血出すのやだな。じゃあパイセンやる？先輩がやろうか？何その顔文字は。いいよ、富士がやるから。パイセン痛いのダメなくせに、出しゃばんないでくださいよ。富士はもうこんなちっこい針一本で、ビビったりなんかしませんよ。痛そうな音がしたね。痛ー！痛いんだろうな。1、2、3、4、5。はい、5秒。なんか痛々しい。この血のにじみが痛々しい。3、ハートの位置に10円玉を置き、参加者全員で右手の人差し指を乗せる。はいはいはい。乗せたら終わるまで離しちゃダメなんだって。もうここまで全部こっくりさんと一緒だね。4、全員で天使様、天使様、どうぞおいでくださいと唱える。だって、呪文は一言一句間違えちゃダメらしいので、気をつけてね。じゃあ、せーので言いますか。せーの。天使様、天使様、どうぞおいでくださいませ。これ絶対やっちゃダメでしょ。何ムってしてるんだ、お前。いた？あはー、引っかかった。焙煎一人で行って、ダッサー。あはは。これ失敗なんじゃないのか？これ大丈夫か？まだ富士のいたずらに引っかかるやつなんてパイセンくらいですよ。はあ、笑った。はいはい、次はちゃんと言います。はい、せーの。天使様、天使様、どうぞおいでください。来た？イエスに動いたら降霊成功。ラッシャーせあざまーすと全員で唱える。ほんとかよ。今パイセン動かした？え？違う？じゃあ呪文唱えますよ。せーの。ラッシャーせあざまーす。何その破返事。6、1人1つ質問をする。じゃあ2つだけ聞けるね。1つ質問が終了するたびに全員で戻りっちょーとお願いし、チャラいな天使様。ハートの位置に戻す。戻した後に10秒待つ。なんだそれは。だって、とりあえずパイセン、質問してみてよ。富士、その後やる。明日の富士のお弁当の中身は何？当たるかな？うわぁ、マジ、しょうもな。他に気にすることもあるでしょうよ。動いた。卵焼きか。卵焼き。卵焼き？ああ、卵焼きか。何この時間。てか本当に勝手に動くじゃん。一回質問したので呪文唱えましょう。せーの。戻りっちょー。チャラい。1、2、3、4、5。よし、じゃあ次は富士の番ですね。富士は、そうですね。おっと？急に思春期女子出してきたじゃん。パイセンの好きなタイプのことか？それが聞きたかっただけだろ。ほほー？なんだその顔は。黙れ。え？なんて書いてあった？顔。笑顔？笑顔？笑顔が素敵な子ってことですか？パイセンってばピュア。ふーん、そんな子いたかな？見当もつかないな。ほら、どんどん質問していきましょう。戻りっちょーする？いっぱい質問できた？よし、もう聞きたいこと全部聞けましたね。終わりの手順に入りましょうか。7、質問を終えたら全員で、終了お返しさーいと2回唱える。せーの。終了お返しさーい。終了お返しさーい。これ脳に動くんじゃないか？あ、帰った。普通に終わったじゃん。10円玉がイエスに移動した後、ハートの位置に戻ったら、ありがとうございました天使さんと唱えて終了。だそうです。せーの。ありがとうございました、天使さん。もう何事もなく普通に終わった。はあ、やっと終わる。やたら手順多いし、なんだか空気も重くて、謎の疲労感がすごい。次が最後の手順です。まだあるの？ 9、使った道具はすべて塩水につけ。あー、はいはいはい、あるね。紙で中身が見えないように包んで土に埋める。最後が一番だるい。先輩が全部やっておいてあげるよ。先輩めんどくさくなってきたよ。いや、こういうのちゃんとやらないと怖いからね。お清め的なやつだからね。いい。富士がやりたいって言ったんだし、いい子なんだよな、富士ちゃん。ここまで来たら最後まで一緒にやりましょうよ。グラウンドに埋めに行きましょう。埋めた？これで全部の手順終了です。お疲れ様でした、パイセン。これ掘り起こされたらやばいのかね。富士は疲れた。もう二度とやらない。もういい。なんか怖いし。でも質問の答えが本当に合ってるのかだけは楽しみですね。明日また報告してあげますよ。おお、卵焼き入ってるか？ああ、そうだ。パイセン、この雑誌あげます。富士も絶対やらないし、パイセンはオカルト大好きなオタクくんだしね。おお、なんか手に入れた。オカルト雑誌を手に入れた。右下のボタンからいつでも見ることができるぞ。ほんとだ、見れた。なんかあんのかな？儀式を間違えたら。取り憑かれの症状は天使と悪魔共通だ。正確に変化が出る人もいる。左手側に体がなんて書いてある？うずきやすくかな？うずきやすくなる。右腕に切り傷のような跡が浮かび上がる。目が充血したように赤くなる。え、これなんか怖くね？これなんか覚えといた方がいいんじゃねえか？ま、一回戻るか。これどうやって戻るんだ？あ、戻った。オカルト雑誌を手に入れた右下のボタンからいつでも見ることができるぞ。一回セーブしとくか。はいはい、セーブ OK。閉じる際は右クリックまたは2本指クリック。あ、クリックだったか。2回押せばよかったんか。なんか、雑誌にはいろんな怖いこと書いてあったけど、無事に終わってよかったですね。また明日放課後に、パイセンの教室に遊びに行きます。じゃあまた。だろう？ 1 日目左手側がうずき出すんだろう？BGM。もう絶対なんか起きてそうな BGM 流れてっけど。シッス先輩。あ、なんか笑顔が可愛くなってないかい？ねえねえ。あ、違った。わ、ねえ。雨降ってるのに窓開けっぱなしにしないでよ。昨日の夜普通に怖くなってあんま眠れんかった。だるすぎ。先輩は大丈夫そうなのマジムカつく。心臓モフモフすぎんですけど、毛が生えてるって言いたいのか？オカルト耐性マックスの化け物め。なんか今日マジ静かじゃね？大丈夫？体調悪いとかなら早めに帰っちゃおうか？なんか富士の方が変じゃない？キャラ変わってる雰囲気あるよね。富士のどこが変な？富士はこんなギャルっぽくない。いつもこんなだと思うけど、これはあれでしょ？だから笑顔を意識してる感じなんじゃないのか？昨日の儀式のせいだったり？あ、もしかして、ほら、笑顔が可愛くなってる。天使さんのせいで富士が変になったって疑ってる？あはは、それやばすぎ。実は富士に天使さんが取り付いてるの。助けて。なんちゃって。小悪魔的女子になっている。え？本当に疑ってる？マジかよ。どうすれば信じてもらえるのかな。昨日さ、家で雑誌読んだ？確か取り憑かれた対処は5日目に必ず怠ってくださいって書いてあったよね。じゃあさ、5日目まで富士が先輩の妄想に付き合ってあげよう。うわ、なんか怪しいこと言い出した。信じるべきか信じないべきか。5日目、取り憑いた相手へそっくりに戻る。5日目に必ず対処を行ってください。対処を間違えた場合は払い合え。どうすればいいんだ？儀式を間違えてしまったら？天使が取り付いていた場合、殴る。悪魔が取り付いていた場合、祈る。取り憑かれていなかった場合、不謹慎だと怒ろう。取り憑かれていた場合、対処を間違えると自身に乗り移る可能性があるため注意。取り憑かれてるのかな？単純に意識してるだけなんじゃないのか？それで当ててみてよ。謎解きゲームみたいで楽しそうっしょ？富士は富士なのか違うのか。5日目には戻っちゃうんだもんな。疑いが晴れないならさ、ちゃんと雑誌読んで、そこに載ってる対処をしてちょ。絶対に間違えないでね、先輩。間違えたら、富士いなくなっちゃうかもよ。それだけは絶対に避けなければ。富士ちゃんとのゲーム始まった。もう下校時間。先輩一緒に帰ろう。雨やばすぎますけど、先輩ちゃんと傘持ってる？富士は持ってるのって？富士はいつも傘持ち歩かないから、今日は置き傘で帰るよ。あいあい傘でもしたかった？あはは、残念。キャラ変わってるよなこれ。いや、意識しちゃってるだけだと思うんだよな。笑顔がね、好きって言ってたもんね、先輩。そういうことなんじゃないの？あれ？なんかまた瞳の色が変わってる。遅くなっちゃいました。お待たせしました、先輩。どういうこと？雰囲気変わってっけど、2日目。右腕に切り傷のような跡が浮かび上がる。右腕を一回見せてもらった方がいいってことなのかな？なにわかんない。今とりあえず会話を進めていくだけか。しかないもんな。キャラ変わっちゃってるよ。今日は家庭科部に行ったんですけど、カレー作ってきたんだけど、見てみてください。ピーラー使ったら、そのまま右手切っちゃいました。あ、右手！おい。とっても痛かった。変な顔してますね。今日も富士は何か変ですか？まあそこは置いておいて、昨日言った通り質問をしてみましょうよ。たまたまだよな、その右腕の傷って。何でもいいですよ。富士が何でも正直に答えてあげます。何を聞きたいですか？儀式に使った道具は質問の答えがどうだったか教えてよ。道具ってどこに埋めたんだっけ？どれ聞けばいいんだろう。儀式に使った道具？紙、3色のペン、10円玉、針、塩水、スコップ。合ってんな。これで全部だった気がしますね。ほとんど埋めましたが、スコップだけ儀式に使ったわけではないので、家に保管してありますよ。これ原因なんじゃねえのか？どれだ？終わり方ってか、どこの終わり方なんだっけ？儀式を行ってみよう。使ってなければセーフとかあるのかな？雨の日に行った？あれ、雨降ってたっけ？窓を始める前に少し開けておく。儀式を誰かに見られてはいけないので、人のいない場所で行うことが重要。この時点でむしろもう最初の儀式は失敗してるってことなのかな？ってことは普通に演技してるだけか。あ、そっちだな。多分演技してるだけだ。俺はそう思う。ほとんど埋めましたが、スコップだけ儀式に使ったわけではないので、家に保管してありますよ。全部先輩のお金で買ったんですし、返しましょうか。いっちゃった。まあまあ、大丈夫だと俺は思っているよ。BGM が不穏なだけだと思ってる。筋が遅くなっちゃったから、下校時間になるのも早いですね。帰りましょうか。ねえ先輩、今日も雨じゃないですか？あいあい傘してくれませんか？藤、今日は傘持ってないんです。すっごい積極的になってる。ついでになのですが、今日寄り道しませんか？よく行くカフェの新作スイーツが今日から出てるんです。ダメでしょうか？今の藤じゃ、嫌ですか？嫌じゃない。嫌だ、いいよ、いいよ。かわいい、笑顔がかわいい。本当ですか？先輩大好きです。楽しみですね。メガ盛り3キロ濃厚いちごパフェ。うわ、めっちゃ食うやん。先輩も食べますよね。ね、食えるかな。ほら、逃げないで。早く行きましょう。強制連行だ。で、3日目の症状は何だっけ？目が充血したように赤くなる。おお、これ赤くなってたらもう確信犯か？赤くなってますけど。お疲れ様です、パイセン。疑いたくなっちゃうやん。何ですか？人の顔そんなに見て。メガネ。ああ。昨日見た映画が、主人公のペットの犬が死んじゃうお話で、ほうほうほう。思わずたくさん泣いちゃって、目が赤くなっちゃったので隠してるんです。恥ずかしいので、あまりチロチロ見ないでくれますか？宇治のことはもういいから。今日は何を聞きたいんですか？体大丈夫。儀式をしたのってどこだっけ？使った呪文を覚えてる。これ。あの日は先輩の席でやりましたね。うんうん。3年教室の窓際の席。午前授業だったので儀式を始める頃には教室に人はいませんでした。窓際の席って日は当たるし、窓開いてたら雨入ってくるし、富士はあまり好きじゃないですね。そうなんだ。眺めがいい？ちゃんと授業聞いてます？今日はもう帰りましょう。あまりメガネで外出するの好きじゃないし、早めに帰ってゆっくりしたいです。ちなみに4日目はどうなんだ？常に笑みを浮かべるようになる。何？早めにお家に帰って何もせず寝る。そんな日も幸せでいいですよね。パイセン、また明日ね。違うよね。ただ青春してる女の子ってだけだよね。充血だって別にね、一日で治ったっておかしくないよね。すっかり可愛くなって。パイセン、ヤホー、お疲れ様。放課後って幸福感たまんないけど、金曜日は特別だよね。わかる。だって明日はお休みなんだもん。お菓子とかジュースとかいっぱい買ってパーティーでもしようか。ダンシングオールナイツ。5本。ってなわけで、最後の質問コーナーだよ、パイセン。何が聞きたい？儀式を始める前で間違えたことある？儀式が終わった後のこと聞かせて。儀式の最中どんなこと思ってたの？これじゃない？始める前にミスはしてないと思うけどな。紙3色のペン、10円玉、針、塩水、スコップも用意した。窓も開けた。雨降ってなかったよね、でも。ちょっと不安なの本当に誰も見られてないかだと思うけど。午前授業の日選んだからほとんどの生徒はすぐ帰ったもん。やる前富士ちゃんもと何回も確認したし。みんないなかったら、富士とパイセンの二人きりだったってわけ。キャッ、かわいい。ああ、全然信じてない面している。大丈夫、これは本当のことだよ。いや、儀式はそもそも失敗してるよ、これ絶対。ああ、もうこんな時間。そろそろ帰りましょうか。パイセン、富士に何か言うことあるんじゃないですか？明日もお話ししてくれない。これ。ああ、素直なパイセンだ。そしたら明日答え合わせしよう。場所は昔よく遊んでた近所の公園で。17時ね。遅刻厳禁。1日目のさ、目が星マークついてたのは何だったんだ？別にあれ関係ないんかな。カラコン入れてた？ 5 日目に必ず。ちなみに俺はどうしたらいいんだ？取り憑かれていなかった場合は不謹慎だと怒ろう。わかった。怒ればいいんだよな。パイセンバイバーイ。めちゃくちゃ怒ってやる。この野郎って。私服見れるのかなもしかして富士ちゃんの？最終日。戻った。やっほ、パイセン。放課後以外で会うの。なんか変な感じ。高校入ってパイセン全然遊んでくれなくなったから、藤がパイセンの教室ばっかお話ししに行ってさ。小さい頃はあんなに遊んでくれたのに。この公園でパイセンに付き合って土の子探しとかしたのもめっちゃ覚えてるよ。なんて、そんな話どうでもいいか。どうかなパイセン、結論は出た？取り憑かれたごっこはもう終わり。お前は富士じゃない天使だ。お前は富士じゃない悪魔だ。これでしょ。もう終わっちゃうの？期間が長いよバカタレ。お願いいつもの富士に戻って祈る。もう終わりにしよう殴る。これでしょ。期間が長いよバカタレ。外れとかないよな。うわ、やめてやめてもう。ごめんってば。バレちゃってたか。取り憑かれてたドッキリ大失敗。ちゃんちゃん。本当にやってんの？5日もかけていっぱい仕込んで演技も頑張ったのに、パイセンもしかして見極め力上がってます？次は絶対任してやりますよ。また付き合ってね、パイセン。なんか素直すぎて失敗した気がしてきた。バカな人間で助かったぜ。あれ？ダメだったの？富士に取り付いたものを見抜けなかった。うっそ！あとは富士と思い込んだまま別の何かと過ごし続けるのでした。バッドエンドに富士の魂消えちゃった。ちょっとした会話や音の中にもヒントがあるぞ。何だったんだろうじゃあ。やり直すしかないな。ちょっと待ってね。とりあえず、選択肢の画面に来たんだけれども。単純に、天使なのかなっていう。一応天使を呼ぶ儀式だったし。いや、違うか。そもそも天使を呼ぶ儀式を間違えていたから、悪魔なのかな？わかんないんだけども、スコップを埋めてないっていう。でもどうなんだ。じゃあ最初の儀式を行ったのが雨降ってたかなっていう。雨降ってる場所でしかやらなきゃいけないって雑誌に書いてあったけれども。だから天使じゃなくてそもそも悪魔を呼んだっていうルートなんじゃないか？それで行ってみようか。小悪魔的ってことかな？それ確かに小悪魔的っぽかったけれども。三色ボールペン用意してた。針、ボール、一杯の塩水、スコップを用意。行う環境。ほら、必ず雨の日にって、雨降ってるっていうワードあったっけな？やった時に。なかった気がするんだよな。だから天使を呼べていなかったっていう推測で俺は言ってみる。富士から出てけ、この悪魔。殴る。ダメか？ダメだった？当たった？悪魔だけど。残念なの？残念でした。こんにちは、悪魔ちゃんだよ。惜しかったね。分かってたのに間違えちゃうなんて超悲しいわはは。悪魔って叩けばいいんじゃないの？違う。そうだ素で悲鳴あげちゃった。祈るだった。逆だった。天使と悪魔間違えた。バカ、もう。分かってるのに間違えちゃうなんて超悲しいわはは。てか、ここで間違えるやつっているんだな。本当に。ここ見ればよかったのに。こんなにお膳立てしてあげてたんだから、さすがにびっくりしてるぜ。俺もびっくり。かわいそうな富士ちゃん。残念ながらお前のかわいい富士ちゃんもらっちゃうね。一生後悔しろよ。本当に後悔するわ、これ。バーイ。この展開は自分を呪うわ。大将を間違えたため、富士の体は悪魔に乗っ取られてしまった。富士はあなたの前から消え、もう会えることはなくなるのでした。最悪。ちょっと待って。はい、戻ってきた。やっぱ俺の推測合ってるよね。そもそもの手順間違えてるから天使じゃなくて悪魔が来てたってことだよな。って思ってるんだけれども。とりあえずここら辺パーッとスキップして祈ればいいんだよな。お前富士じゃない悪魔だ。お願い富士を返して祈る。大成功。これで富士ちゃんが戻ってくる。成功した？角生えてる。悪魔ちゃん。ピンポンピンポン、大当たり。チェ、なんだ。パイセンの可愛い富士ちゃん取っちまおうって思ったのにな。しょうがないから富士ちゃんの魂返してあげんよ。じゃあな。危なかった。富士ちゃん失うとこだったわ。パイセン？富士、元に戻ってる？気づくの遅すぎ。バカ。富士、悪魔に乗っ取られて体動かせなくてすごい不安だったんだけど、でも最後に気づいてあげれたよ。パイセンが全然助けてくれないから、寂しくてたくさん泣いちゃったんですからね。なんちゃって。あは、嘘嘘。引っかかった。まったく怒ってなんかいませんよ。パイセンが助けてくれてよかった。ありがとう。頼りになりますね。よかった、無事に助けられて。ねえ、パイセン。天使さんの件は解決したけど、明日もお話ししてくれませんか？昔みたいに、もう少しだけ一緒にいてくれませんか？青春してる。もちろんだ。ありがとう、パイセン。よかった、ハッピーエンドで。かわいい。救ってよかった。富士に取り付いたものを見抜いた。パーフェクトな対処であって、あなたは富士を救ったのでした。ハッピーエンド。花道に富士を飾ろう。おめでとう。本当によかったわ。これ、俺の推測合ってるのかだけ確認したいんだけど、それって確認できないのかな？そもそもの儀式が間違ってたから降りてきたのは悪魔だったっていう、その、正解なのかどうかだけ知りたい、俺。戻った。あ、見れないっぽい。残念。はい。ということで、You Call、ここまでとさせていただきます。楽しかったね。はい。まあ、多分俺の予想で正解だったのではないかなという考えでおります。はい。それでは終わります。また面白そうなフリーゲーム見つけてきたらプレイしますね。それでは、シアンでした。またね。